鳥羽駅に来ております、はい、今日はここである人をピックアップして、はい、的屋の牡蠣をいただきに行きたいと思います、はい、楽しみですな、うん、お腹すいたな。お腹すいたね、うん。イカダソウじゃない、イカダソウ三条王。皆さんこれ三条でいいんでしたっけ。はい、皆さん稲葉さんですよ、稲葉さん。リポートっぽくしちゃいけないって言われたから素直なんでそんなこと言うから。イカダソウ三条です。最悪だ。職業柄ね。やりましょう。あ、マキストバル。うん。そうだよ、ごめん。まずここ見てください。これここでなんかランチいただけたりとかするんですよね。ここでいただけるのか。ここでいただけでもね、気分違いますよ。だってみんなここでやっぱりオープニングはここですよねって話になりますよね、そりゃ。今このさ、トンビピンショロロとかさ、めちゃくちゃ強いな。いいよね、これ。すべてが現れる。個室でいただく食べ放題。すごい。外じゃないんだよ、そもそも。それね、これ、ね、これいくらだったの？いくらね、そう、たぶん。稲葉さんよ、知ってる？3500円って書いてある。え、そうなの？泊まりで。隣で7000円。そう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 。やっぱ、隣で7000円か。おかしいでしょ、あの価格設定が。僕もなんでこのいろんなお話聞いたのか覚えてないけど、なんかいろいろ聞きましたよ、社長。あ、呉服屋さんだったって話とか。そう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 。うん、いや、そうなんだ。そう、わたかの島に着物を売るって言ってたって。そう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 。ちょっとそうそうそう。なんでも屋さん。そう。で、本当にあのクレドを持ってらっしゃるんですか、はいはい。会社さんの時代から、うん、皆さん。あ、女子2人で、はい、男子はすいません、はい、経験していただき、はい、じゃあすいません、じゃあ、はい、どうぞお召し上がりくださいませ。これこの泊まった明日まで待ってりゃいい。そうだ、ね、明日もお伺いしてます。またご用意させていただきます。9時半ぐらいに参ります。9時半ぐらいに、はい、かしこまりました。そうだ、泊まってきてもいいのに。本当ですよ。ちょっと宿泊で帰ればね。じゃあ乾杯。イエーイ。乾杯。まずこの輝きのあるこの黄金色ですよ。ああ、きっとこれぐらいね。食べましょう。はい、なんか食べていただきます。でも牡蠣の食べ放題でこんなんついてるって嬉しいね。牡蠣フライついてるところってないです。これおかわりしてたらずっと来なきゃいけないじゃないですか。ちょっと持ってこなきゃいけない、ね、はい、時々お邪魔します。ちょっと何度もお顔出しますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらね、取り皿にしてくださいませ。はい、ありがとうございます。その食べ比べ、食べ比べ、ありがとうございます。はい、うわー、来た、ま、こちらがプレミアムオイスター。こっち、からびっくりしてる。はいはい、はい、深みのある方がプレミアム。これがプレミアムオイスター。はい、まあ、長きでプレミアムオイスター。はい、プレミアムでは、はい、じゃあ行きましょうか。そしたら、どうぞ。ワインとさ、この合うの、合うんですよ。そら合うでしょう。アホみたいに。そら合うでしょう。ね。一緒にさ、ちょっと。はいはいはい。2人でワインを開ける。一本。これ一本飲む気だよね、これ二人で。そりゃ。もちろん。あ、そう、食べてた。まずどうぞ。お。まあ、誰このタイミングでピンポン。そこ、稲葉さんと番組 10年間一緒に、11年。あ、本当ですよ、奥様より、ね、いやいや、いただいている時間が長いみたいな。これ磯の香りと甘みと塩の、うん、塩加減最高。くそ、このあのさ、食レポにさ、うん、
挑まなきゃいけない俺辛いんだな明日な。え、これ牡蠣フライも食べ放題。そうです、牡蠣フライと焼き牡蠣が食べ放題なんです。牡蠣フライ食べ放題初めて見た。ありがとうございます。牡蠣フライは別も別だもんね。でその牡蠣フライが本当にもう日本一になったんですね、うん、前ね。そうなの、うん、これはすごいわ。ちょっと生牡蠣かな。うん、牡蠣フライいくつ食べれるかってやってみようかな。はい、はい、どうぞ。じゃあお水をお待ちします。ありがとうございます。うまいんだな、うまいんだわな。これ熱々のうちに牡蠣フライって。いや絶対そうでしょう。僕もすごいこれ。めっちゃ美味しい。このまたこのマヨネーズとソースを両方つけてくれるか分かってくれてるよねこれ。なんなん、あ、いい音してるじゃん。うん、絶妙。やっぱ牡蠣フライから火通っててこう閉じ込められてて、うん、でも量が食べられないんだよね。本当はご飯が欲しい。僕はあんまり得意じゃないけど食べてみる。だからこっちの方ならいいよ。これ何つけなくていい。うん、いけるね。プレミアムモンスター美味しい。これ今プレミアムモンスター食べた。美味しい、美味しい。うん、これ僕相当生臭いのダメだけどこれ全然いける。でしょ、うんうん、全然生臭くない、うん、幸せすぎるね。これね、2杯目に2杯目来た。そうだよね、牡蠣フライって、うん、でも三重県だったら8個入ってたりする、うん、6個ぐらいかな。6個だね、これはね。3個と2個にさせていただきました。ご飯ってご飯が茶碗蒸しとご飯ございますが、いいじゃないですか。幸せです。あららら、なんかお上品な。来るまでにはさ余裕を冷まして一度は、うん、分かる。あ、本当だ、美味しい。なんかあのさっぱり茶碗蒸しじゃないのがいいじゃん。うん、バター濃厚、うん、じゃあそれこそそのワインに合う。美味しい、これも絶対ワインに合う。うん、締めご飯。でも締めご飯食べながらも牡蠣フライ頼んでもいいわけですよこれ。いいんじゃない。もう一回最初からやり直したいんですけど。ちょっと待って、どこのセレブって感じだけど。最高。こうして、あ、いいね、なんかやってるよ今。なんかやってるよな。そう、めっちゃ美味しかったねえ。めっちゃ美味しかった。しかもあれで3500円ってさ、さ、牡蠣とさ、牡蠣フライ、うん、食べ放題ってさ、言うたびにさ、熱々持ってきてくれる。そうだよ。焼き立てあげて、うん、続いてすぐこんなやつ。あ、自分で焼くのもいいかもしんないけど、プロの職人に焼いてもらって。いや、もう絶妙だって。じゃあ、ピッツパツでさ、もう俺は少なくとも牡蠣フライで食べ放題があるところは知らない。なんか食べ放題があっても、牡蠣フライは別で注文してくださいねって言ったら、うん、あ、ほとんどだと。しかも牡蠣の炊き込みご飯と牡蠣が入ったお味噌汁とデザートとお刺身、あと茶碗蒸し、あと佃煮とかそういう前菜系のやつも全部ついてて、ね、3500円。うん、であれを3月から5月ぐらいまでの、限定で毎年やってる。4月、うん、ゴールデンウィークは始まる直前までやってて、なおかつ宿泊プランもあってね。宿泊して1泊2食付きで、そうで、さっきの食べ、そう、7500円。さっきの食べ放題が夜行って、で朝ごはんもついて泊まって7500円。行こう、4月中にね、で、なおかつ帰り際に社長さんにお会いしまして、社長さんにお会いしまして、今回本当はあのプランは地元の人しか行けダメなプラン、うん、まあ、今回ちょっとね、知り合いの関係まで、今回稲葉さんの関係でね、お邪魔させていただいてたら、今回
もう来ちゃっていいですと、 YouTube 見て来ちゃいましたっていう方は、ホッチャンネル見たって言ってください、そしたら、ドリンク食前の、うん、なんかグラスワインか、はい、ソフトドリンクか、うん、なんかサービスついてくる、さらにしますと、はい、いうことですので、おチャンネルと言ってください、本来は地元の人しか行けないところが食べられる上にサービスまでいただけるということで、4月の、まあ、末ぐらいまで、まあ、ちなみにさ、うん、今日一番食べた人さ、うん、2人で100個って言ってた、ね、2人で100個、ちなみに我々は多分3人で80個くらい、60個くらいね、全然食べれてないね、でボトルは1本、はい、でもことに伸ばさんで飲みました、はい。